神兵獣物語第五百六十二回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です。浮巻の巻玉虫上よあれ見よあのカブだよ。現時の虫は口々に湯沸かしながらお灸を指さしたりまばゆげに兜のまびさしへ小手をかざしあった。 伝え聞いはるか公人の公人にいた者まではそうも何事のありゃ!」とばかり駆け集まってき浦和の渚なりにコマを並べて「あれは一体何の小舟ぞ」「旗竿の先に高々と火の扇を掲げておるがその下に美しい小女房一人神妙に佇たずみおる様子戦使いのようでもなし」「はて何の謎か」 と平家方の意をただ島臆測してどよめいた日は屋島の肩へ薄づきかけ海には一はけの夕霞がかかっているそのせいか平家方の先人はさっきより実際は近づいていたのだが目には遠くに見えたそしてこなたへこぎ向かってくる問題の小舟だけがただ一層全く別な色調のものみたいに鮮やかだった 分けてその上にかざしている金字の火の扇が源氏方の目をナブルがごとくキラキラしている。よく見ると小舟の上の小女房は柳重ねの五つぎるに火の袴を履いているがその小女房のほかに二人の武者も乗っていた。一人は老武者らしく白木の薙刀を杖について共に突っ立ちもう一人はその者の,の老頭であろう老を操っているのである。 近づくほどに小女房の眉や武者の脅しの色まで分かってきた。そして、およそ岸から一丁半ほどの距離で止まった。緩やかに三好を向け替え、船の姿を横に見せて、そのまま漂いに任せている風だった。義経は近くに馬を並べていた後藤兵衛実元や他の諸将を顧り見て、小船の上より何か申しおるらしい。聞こえるかと尋ねた。 人々は幾同音に、何も聞こえませる、何か物申すらしい労務者の身振りはそれと分かりますが、と答えた。されもと、と、義経は再び、いたずらめいた平家人の不竜、我ら東国武者は気が短いぞ。窓の馬を乗り入れて小舟へ近づき、そもいかなる意味か敵の申す群れを正してこい、と命じた。すると、後ろの方で弁慶が言った。いや それには及びますまい、無用無用。弁慶か、なぜ無用ぞ。敵は高々と扇を掲げ、扇の心を読めと言わぬばかりなのに。では、どう読むぞ、そちは。いよとの心でございましょう。さては、これ、いてみよと挑んでおるものか三三三郎。 言葉のほかに言葉あるを、都人の不流とか言いまする。猿をわざわざ我より馬を泳がせて、物乞いなどしたら、血の巡りの悪さよと、必ず敵は笑いましょうず。さても、こに食いしうちかな。たった今、心なぎさに戦って引き分かれたばかりだろう。その板でもなきからおとく、趣をこしらえて、扇の的を射てみようなどとは。 義経は馬上から目幅広く大勢を見て、やよ殿者平家はわざと見せかけのゆとりを誇って、これいてみよと我へ向かって矢試しをしうるものと思えるぞ。いずばこれ幸いと笑う腹にてあらんずらん。たぞ、あの扇の跡をいて落とすものはないが、東国武者の名を合うて小坂式敵のこしらえをひと屋にいて砕くものは泣きやと耳あからめていた。 一体平家の真意はどこにあったものだろう扇の的扇の心は。ただこれいてみよの辞議だけではあるまい。では義経の言う見せかけのゆとりか指揮を鼓舞するためだったのかあるいは単なる平家的不流に過ぎないものか 八島合戦といえば古来必ず扇の的と那須のい市の名が歌われこの下りを覗くわけにゆかないがしかしその大事な焦点平家型の目的は何であったかということは古典平家の著者をはじめ誰もそれには触れていない陣中でも和歌元のたしなみを忘れなかった平家の人々 ルボ亡の波間にも雅な帰去や宮廷様式までを持ち歩いていたこの一門扇の的も死と見ればその人々の叙情の表現とも悲哀を消すための人中の一興とも返せないこともないが2月20日未明から終日にわたる激戦と大混乱の中での思考にしてはあまりにのどかな遊びに過ぎる。 よしや、一条の不流としても源平相互の陣が人の命を懸けて騒ぐほどの意味がどこにあったか疑わずにいられない一書にはこれは平家方が占いのためにしたことだと言っている源氏が的を依存じたら平家が勝つもし居当てたら平家の京そう新鮮を思いついた一門が戦の裏方にぞ立てられけるというのである。 けれどこれもおかしいその日の合戦もまだ激戦の半ばであった多くの死傷者を抱えて沖へ引き上げたばかりであるまた占いなら平家の京都出るかもわからない京都出たら味方の士気を一度に粗相させてしまうであろう思うに表面は平家らしい不流に似せているが真の意図はやはり何か戦術上の含みがあったにそういない そしておそらくそれは伊予から引き返してくる味方が義経の背後に現れるまでの時を稼ぐ駆け引きの一つではなかったろうか。とにかく兵軍としては簡単なく敵の注意を海上の一方へ引きつけておく必要があった源氏方をして背後に迫る情勢を蹴どらせまいためにである。 平家弱しと言われても、またいかに反貴族的な人々であったにせよ、ただ虚しく会場に先陣を連ねていたわけではない。平家の方にもそうした基本的戦略と必ず勝たんとする自信は十分持っていたのである。先に、それはつい昼前後。 乗りつねは一度果敢な敵前上陸を決行し敵将義経はつい一死したが佐藤継信以下の十数機をいたおして鮮やかに海上へ引き抜いているもちろん彼の方も自動の菊久丸をはじめかなりな支障は出したがこの時の合戦は双方互角の相引きだったと言ってよいまずは主として恥のない戦はしたと彼の眉には悔いもなかった 殺草たる姿を持って沖なる味方の陣へ帰っていたそうして一息入れながら久我の旗を眺めているとやがて元軍も遠くへ退いて浜には旗も旗影も見えなくなったさてこのままでは範では不安を覚え出した言うまでもなく群れ古高松は街道筋の宿駅である 意を引き上げの味方が近づくにつれ旅人の口などからふとその動きが元軍の耳に伝わる公算は多分にある紀常が恐れたのはそれだった「こと未然に漏れては義経を取り逃がそう義経以下を打ち尽くすべき時は今だがはあ悟られたくないものだ」祈るような気持ちでのべつ何かにせかれている彼だった で彼は元軍の矛をいかに海上へ引きつけるかに不信したしかしまだ明日も続く合戦とも考える早々そうそう息も継がず仕掛けてばかりはいられないその度無用な流血を少子に強いるのも心ない技に思われたそうだ良い思いつきのあるぞそれよ 彼は一案を終え、早速宗盛や一門の人々にその案を図ってみた。およそ東国武者の師匠とするものは弓矢の誇り、名誉ということである。折れとか恥とかを一命にかけて癒しむ。範ではそのことを語って、さて人々の座へ。 一層の小舟を飾って、それに火の扇を高く掲げ、見目よき女房一人を乗せて、これいたぼうや源氏の人々、源氏のうちにもまこと弓取りのあるならば、この扇、見事いて見せたまえ、と告げやらば、出場敵は物見だこを磯に群がり出て、我らの思うつぼに落ちようかと思われますが、どうでしょうか、という検索であったのだ。 宗盛らはそれを聞いて、面白いと、まず教授顔だった。が、中にはまた、国民をかしげて、とは申せ、こなたのこしらえにもし源氏が乗ってこなかったら、と疑うものもないではない。いや、そのためには、小女房一名のほか、こわだかな労務者を、もう一人乗せ、散々に敵を罵ってやりまする。敵は怒りましょう。そして、必ず、我こそと名乗る清い者が出てくるに違いありません。 おおそうゆけばよいがのうものはためしどうなっても味方には不利も直れもありません。 こうして、今日一日が暮れてゆけば、夜には夜の柵も思いつきましょう。そして、明日一日だに今の形を保っておれば。それよ、明日さえ越せば価値は我がものだ。義経の運命も風前の灯火。しみ。そうです。扇のまとも平方で言えば、紛れの構えと申すものです。ご得心なれば、美しき小女房一人、小舟へお菓子たまりません。さて、 一同の依存もなくそれは実行の段になったが扇の的の下に立つ役を誰に命じたものだろうか。もとより美女でなければなるまいそれの選択は情としても優しくない。 間違えば敵ののに居殺されなないい限りもないのだ武者はともあれ範常の望むがごとき霊人でしかも敵の病におののきもせず笑顔で立っていられるような女性が女房船のうちに果たしているかどうかと誰もいささか思いまどった。 たまむしげですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ